はい、皆さんこんにちは、のぺです。女が悩む大使やってみましょう。さあ、前回はこちら、今川家そして三好家の侵攻を防いでいきながら洲本城そして手取り城を奪うことができました。で、現在また今川家に宣戦されてしまったということで、さあ今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、では行きましょう。で、今川義元が3万4000集めてるか。で、行くぞ。戦場上限的には私たちが有利か。ということで、じゃあもう一部隊出していきましょうか。秀吉8300か。いや、ここはね、じゃあ斎藤家援軍ください。じゃあ兵数9800。よし、行きましょう。さあ、これでカウンター攻撃といくでしょうか。じゃあ17900を、皆の者、そうだな、進め。じゃあ岡崎城へ向けましょう。よし、皆の者、行くぞ、進め。さあ、行くぜ。さあ、まずは、はい、こちら、戦場狭く勝敗抜けは分かりません。行きましょう。お願いします。はい、桶狭間の戦い、織田信長 VS 今川義元。ああ、桶狭間で戦うか。さあ、で、戦場上限はやや私たちが有利で、向こう農兵青年使ってるか。しまった、足柄青年使えばよかったかな。で、まずはお互いの部隊を確認。これが私たちですね。強いぞ。いやー、向こうもやっぱ強いな。さあ、行きましょう。はい、海戦桶狭間の戦い、行くぞ。さあ、因縁を感じるぜ。あ、吉本よ、天下を従える部を見ればよかろう。みんな俺の命に従え。さあ、行きましょう。今回私は沼の金金で、向こうは陣金金金か。さあ、行きましょう。ゲチュ、とりあえず全滅を狙いたいですね。始めましょうか。じゃあこう行って、こう行って、始めましょう。進みなさい。こうで、鉄砲、雨降ってるから使えませんけども、はい、覚悟しろ、始めるぞ。さあ、まずは、まず沼にかかってくれるのを祈る。敵の居所、まず、948件。じゃあこう始めよう。皆さん、岡部元信か。うわ、強いなこいつ。さあ、でこかかった、石川一正だ。じゃあこっち、はい、ご命令を。ゲチと進みなさい。こういくか。行け。よし、でこっちも行く。で、あ、大元節斎さんもいる。敵の居所、はい、知れましたな。始めよう。ゲチ、でこういくか。始めましょう。さあ、どうする。で、おとり挑戦法、そうか。で、沼かかった。よしよしよし、食べ、これ放棄。今のうち、ゲチ、そう、ご命令を。やりたい、前へ。さあ、うずめみたい、痛い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 。やりたい、さあ、どうする。前へ。うわ、沼かからねえ。なんだ、敵の居所知れました。回避持ちだ。しかも、やりたい、徳川家康だ。前へ。で、ゲチ、で、こう、覚悟しろ。で、こう、命令、で、こう、ゲチ、やりよう。さあ、大丈夫。で、まだ雨降ってる。覚悟しろ。で、ここは、采配やめて。で、信長、大丈夫、大丈夫、オッケーオッケー。ちょっと、あー、で、三河魂、三河層に来たか。前へ。で、ここ行け。こうしましょうか。はい、前へ。で、ゲチ、で、こっちも、こっちも、で、そっちは任せ、進みなさい。やりたい、前へ。あー、で、トシへ、大丈夫か。行け、お覚悟願います。よし、オッケー。体勢を立て直す。で、覚悟しろ。一旦引くぞ。さっさー、我らの色、こっちも倒した。よし、足軽隊、前へ。で、ゲチ、覚悟せよ。ちょっと誰か金壊してて、あー、で、トシへ、ごめん、見てなかった。ゲチよ、じゃあ、北畑くん、覚悟願います。友近、友のに、前へ。まずい、まずい、始めよ。はい、やります。で、こう、はい、俺に逆転魔王死あるのみ。だいぶ、有利なのか、不利なのか、わからん。この攻め、で、まず貴様に耐えられるか。助けてで、金壊した。よしよし、いいよ、覚悟願います。で、いい、直虎ちゃん倒した。始めよ、叩き潰せ。直虎ちゃんもいるのか。やりたい。で、吉本がこっち来る、助けてで、よしよしよし、いいぞいいぞ。終わりか。で、信長にいて、始めよ。おい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 、始めるぞ。助けて、始めよ。始めましょう。嫁に助けてもらおう。足軽の、キスを助けて。
よし、でこちょうこれは、いいぞ負けのようですね。始めるぞ。さあ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 、いけるか。ご命令。向こうの部隊3万倒せるか。力負けするとはな。よりちょい、大丈夫。え、はいはい、これにて幕とさせていただく。さあ、よーし、オッケー。まあ一部隊残してしまったけれども、これカウンターいけるのでは。よし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 、素晴らしい。ひれ伏し従え、信長が天下。いやー、桶狭間来ました。さあカウンターといこう。で、捕獲したのはこの方。あー、で、光力清永さん捕まってるか。まあ逃がしてあげよう。はい。で、一応27歳。27歳だと。じゃあ信長はそのまま、じゃあ刈谷城に攻めよう。さあ行くぞ。こで、刈谷城到着。刈谷城は強行24日。はい。さあさあさあ、で、秀吉もさあ続いてくれ。で、こっち、で、1万が向かってるけども、あれ？武田家と今川家戦ってる？嘘。あ、揉めてる、ここ。うわ、マジか。どうした、構想すん、三国同盟。で、今川義元、これは？昭和を得られぬな。切磋の教え、もしかして。うわー、強制講話だー、マジか。いやーってなったら、いやー、マジか。いやー今川家との6ヶ月の訂正に応じます。うわ、マジかー。援軍借りたのに、で、援軍もなかったことになっちゃってる。うーわうーわ、マジか。ショックうわー、マジか。これは悔しい。この現実は受け入れがたい。で、山田家と三好家が輪を結んだから了解。いや、泣けるなこれ。報告いたします。まあ次の戦いで、まあ、どんな今川家の拠点取れるかだよね。まあ半年後に講和になるんで、その半年後の進行でどれだけ削るかだよ。切磋の教えはね、そのクールダウンが1年だから。いやー、これはでもなまあとりあえず武田家に今川家を崩してもらおう。じゃあここはそうですね、気を取り直しまして、鈴木家攻めましょうか。鈴木家ならなんとか落とせそうな気がする。さあ行きましょう。俺の波動を。さあ、これより佐太夫が首を取る。最下衆に喧嘩を売ろうってのか。あ、面白いじゃねえか。何が面白いね。さあ、で、本願寺家取る。で、浅井家も取る。で、斎藤家ありがとう。サンキューサンキュー。さあ、では行きましょう。兵糧、4,703級で、そうですね、じゃあこんだけ借りまして、うん、で、次はで、ここで1万いけるか。よし、これならいけるな。お願いします。進め。で、三好家が黙って見てくれてるかどうか。で、ちなみに山名家との同盟はまだ大丈夫。あー、よかったよかった、気づいてよかった。はい、1年お願いします。で、長尾家もまだ大丈夫か。ういさあ行きましょう。で、ここ、勝敗がいかに高か采配次第でしょう。わかりました、行きましょう。お願いします。はい、若浦の戦い、佐久間信盛 VS 鈴木佐太夫。兵数はね、私たちが有利なんですけども、向こう強いからな。さあどうでしょう。で、お互いの部隊はこんな感じですね。どうだろうな、微妙だな。いやー、向こうもなかなか強いな。さあ行きましょう。はい、海戦若浦の戦い、さあ行きましょう。今回私は作戦構成総戦のみ。まあおそらく向こうもそうでしょう。で、大将がこれなんじゃないかなと思うんですよね。というわけで、こっち、さあ目がけていきましょう。叩きのめせ。で、向こうは、あ、全部対鉄砲か。これはちょっとやりづらい。知れたみたいだな。で、やっぱりここだ。どうした、で、創成構成いきましょう。ご命令を。ちょっとここはもう佐太夫を。さあ、最低限に従え。鉄砲隊には目をくれるな。覚悟しろ。で、構成創成向こうもか。
さあ当たって砕ける。やりたい前へ。で早くも一部隊倒せるか。ゲチでこっち、あー待て、牛ちゃんこっち覚悟しろ。でほいほい、はい、よしオッケー。鈴木たまちゃん撃破。やりたい。さあ来た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 。やりたい前。よしさあでよしでこっちを逃がすなでこご命令を。よしよしよし、削れてる。切り込め。うまく構成操船が刺さってる。切り込め。いけいけ、来て崩し、はい、奥の手じゃ。よーし、オッケー、ナイスー。やりたい前。さあ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 、もう今川義元講話解けたら絶対攻めてやるからな。我らに勝とうなど10年早いわ。いやー、切磋の教えは本当に厄介だよね。まだ気にしてる私。オッケー。さあで鈴木重兼か、まあ17歳なんだ。じゃあ逃がしてあげる。はい、片付けない。さあで最下城を攻めれるかな。さあではい、冬になりました。で武田家と通商を結べる間柄になりました。はい、通商協定結びます。報告いたします。さあ鈴木家攻めれるでしょうか。いきましょう。はい、で同盟延長完了。よかった、危ねえ。はい、最下城到着。最下城は強行50日か。まあここは行きましょう。はい、さあ強行50日で、で本願寺もな、石山御坊をもう一度攻めたい。まあ前回はね、はい、鈴木家に交渉の申し出、金銭10万5000。うわー、これは迷うな。あー、これはめちゃめちゃいい条件なのでは。ただ私が金でなびくと思うなよ今回だけね。いやー、10万は美味しい。いやー、金めっちゃ困ってたからな。あ、で竜造磁器が大友家によって滅ぼされました。了解。マジか。ま、一旦騎乗。こんなんばっかやな今回。で足利家と山田家が和を結んだ。了解。うわ、激安だな今回。で大雪、私たちはノー被害で、あと信忠が生まれた。はい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 、いやー嬉しいね。報告いたします。嫡男が生まれたぜ。これより金銭10万、表情を行う。はい、表情でございます。この金の使い道を考えよう。そうですね、まあ引き続き論議と商業かな。論議と商業。はい、でピッカーなし。信長、そして秀吉からの庭。これで表情を終える。あとはそうですね、あとはなんか取りたいもんないな。まあ念のため地震の対策はしておこう。はい、まあこれだけでいいかな。はい、で当剣使いたいという浪人が名乗りを上げております。はい、お通ししてください。あー、クッキーをしたか、ナイス。で、あとは、はいはいはい、はい、ようこそ。すまねえな。いやー、金めっちゃある。どうしよう。使いたい放題。まあ、とりあえず投資しましょうか。ははこのあたり、はい、かしこまった。で、開発ガンガンやろう。まずは、商人町か。この辺また今川家が攻めてくるかもしんないけれども、まあ建てるか。かしこまった。多分ね、この前ぶっ壊されたんだ。承知いたしました。で、あとは漁村か。漁村、あー、ここか。まあここもじゃあはい、開発の設定で重要なのは、はい、準検証ですね。はい、はで、はいはい、漁村もう開発しまくろう。かしこまりました。いやー、金めっちゃある、素晴らしい。かしこまりました。で、お金はそうだな、次はじゃあ拠点作ろう。拠点はこの辺りとかどうかな。竹原八郎城。まあ硬そうな城ではないけれども、まあ拠点作りということで。はい、一個作ります。かしこまった。で、ここ作って、まあこんなもんでいいかな。あとは守りやすいところがいいな。まあこんなもんでいいか。で、お次はじゃあ改修やっていこう。ちょっと鳴海城がさすがにきつい。じゃあ増設、こう、はい、いいですね。で、設備か。
そうだな。落とし穴とか、なんか社とかの方がいいかな。じゃあ社、はい。で、あとはここ、ああなるほど。いや待った、ここの方がいいか。ここを、ここをここにしよう。はい、 OK、 素晴らしい。で、天守は作れないか。ちなみに天守を作れるか。はい、じゃあ4層天守作ってみようか。はい、いや素晴らしい。で、あとはまあここかな。はい、どれがいいんだろうね。鉄条門とか、あとは回転させて、こうしようか。で、あとはまあ社で、はい、この辺社の方がいいかな。社、これで、この辺攻撃してくれるところね。なるほど。となると、じゃあここ、はい、これでいいか。はい、オッケー。これより、さあ表情でございます。行きましょう。良策で、新しい方策提案、ナイス。で、そうだな、ここは商業と論議でいきましょう。はい、で、ピッカン、村井貞勝さん、そして信長からの、まあここは秀吉か。はい、これで表情を覚える。で、そうですね、ここは行動増加よりもエリゼニレ取るか。はい、で、あと軍事系な、もうちょっと取っておこう。で、こちら、交渉術1個だけ取っておく。で、残りはじゃあ奏者神前、はい、で、疫病の対策も念のため、いや待て、そうなると農業ポイントがなくなる。この辺でいい。はい、ゲチよ。さあ4月になりまして、こちら今川家との講和が解けました。で、気づいてみると武田家にかなりやられてるっぽいね。お、これはもしかしたら今川家滅ぼせるのでは。じゃあ今川家攻めに行きましょう。行くぞ。俺の波動を、さあこれより義元が首を取る。この義元に挑むというのか、ふふ、しからば楽しませてもらおうとするか、なぜそんなに余裕なんだ。我が力を貸そう。で、サンキュー、ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。さあこの義元ぶっ潰してやる。じゃあまずは、いやーでも向こうも結構いるんだよな。じゃあ刈谷、はい、進め。で、次はこっちから、8000か。ここでじゃあお父様から援軍を借りよう。で、いやめっちゃ金要求するやん。まあしょうがねえ、金はあるから。はい、いやもう結構金なくなっちゃったな。もうしょうがねえ。じゃあ2万、いいね、2万いきましょう。はい、じゃあ岡崎城、皆の者、さあ行こう。進め。はい、さあリベンジだ。はい、刈谷城到着。刈谷城は水攻め58日があるか。いや、ここは方位84日で行こう。はい、で、向こう出てこないか。で、この辺りでこちら刈太郎関一家、天も人も、さあ行きましょう。俺に背くことは許さ。おお、その通り。はい、刈太郎関ドーン。さあ、で、諸子事件攻略達成。はーい、で、兵出してこない。でも六角もやめろ、このタイミングで。軍の戦で世を生み出す。あー、マジか。我が義の刃を持って成敗せん。いやー、これきついな。敵が我が領内に向かっております。1万1000が来る。これは織田家の織田二条の部隊返すか。いやー、マジか、このタイミングか。織田二条、はい、じゃあ一部隊返す。いやー、きついな。で、岡崎城到着。ただ今川の攻めをやめるわけにはいかん。水攻め67日行こう。報告するぞ。で、ここでこちら武田家と同盟結びましょう。よし、じゃあ2年お願いします。はっ。で、援軍借りてこっちの方から今川家攻めるっていうのも十分あり。で、早めに刈谷城を落とそう。
水攻め50日。いやー金めっちゃなくなっちゃったもうなんてこったい。まあなんとか小谷城それまで持ったらもらう。さあで小谷城に義方の部隊到着。まあ最悪取られてもいいか。いやーそれは嫌だな。さあ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 頑張れ、早く早く落として。で同盟の申し出受け入れてくれた、ナイス。でここでじゃあはい援軍もらいます。じゃあこう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 でこうこうで2万2000を兵の4200で、貸してくれると。太っ腹、わしが力になる。 ありがとうございます、嬉しい、助かるわ。でこっちから2万4000来てんのかい。じゃあそうですね、どっちが早い、こっち、こっち犬以上の方が早い。いやでも戦場上限が狭い。ここはじゃあ小山で行こう、はい、出陣するぞ。さあどうする。で2万4000がひるまない。さあ吉本、はい、農兵青年、じゃあ私も負けてられんわ。足軽青年行きましょう。天も人も、さあ行くぜ、はい、足軽青年だ、行くぜ。で岡崎城見せる完了、よしよしよし、あと少し。さあ行くぜ。で刈谷城も見せる完了、 OKOK。 で刈谷城あと何日で落ちる、あと20日か。だから小谷城あと20日持たせよう。志で吉本、はい、優美無冠。でちょっときついな、大丈夫か。よし諦めた、よし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 、オッケー。信長が作る。で刈谷城落としました。で毛利新介この野郎いやでもな、連れて行かれたんだよな、いやいや従ってたんだよな、許してあげる。いやーやっと毛利新介がなぜ今川家に下るのか、いや私もハテナだったよ。でここ行きましょう、はい。で到着まで15日後、早いね。出陣する、さあ行くぜ。で岡崎城ももうすぐ落ちる。で青山城到着、はい。ここは方位67日、さすがにもう水攻めはできんか。で台風大丈夫、当家の備えにより痛手は抑えられました。うんー、でも十分痛いわ。よし報告するぞ。さあということで表情でございます。で表のめっちゃなくなってる、大丈夫、表情大丈夫じゃないなこれ。はい、新しい方策提案。となると兵糧をかき集めないといけないね。そうですね、ここは論議と軍事でいこう。論議と軍事、はい。でピッカーはなし。秀吉、信長からの、じゃあここは、いやー前田利家かな、はい。これで表情を終える。でここは宿老村長、はい。論議ポイント、ああ1ポイントになっちゃった。で次は都市空権、はい。まあ今回はこれでいいかな、はい、いいでしょう。ゲチよ。で兵糧なんとかしないとね。さあということで今回はここでしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルベンでした、さよならー。